はい、こんばんは。中3の英語ですね。で、今日も相変わらずですが、統一テスト過去問ということで見ていきます。で、前回は、指示書き換え問題みたいなやつでしたっけ？で、形を変えるっていうような問題を見てきました。で、今日はそれに対してね、まあ、読解問題のところ、一番最後ね、題目12の、1、カッコ1で、A 問 A 答というでしょうか。まあ、英語で質問されていることに対して、まあ、英語で答えていくというところ。まあ、ここをですね、まあ、ほんの、まあ、3問だけではあるんですけれども、ちょっとまあ、無理やりと言いましょうかね。文章をちょっと拾い出しまして、そこを使って答えを作っていくと、ね、いうようなところをやってみたいなというふうに思ってるんです。例えば日本語とかではね、分かってる。答えとしては出てるんだけれども、その英語の書き方というかな、それがね、書けてなくてね、なかなか丸がもらえないっていう人もね、まあだからもう一方の人が多くてですね、ぜひともその練習になればということでございます。はい、ではね、最初、まずね、質問としてはね、What club is Keiko in? ね、What club is Keiko in? ね。はい、ということで、まあ、Keiko は、まあ、何のクラブに、まあ、所属入ってますか？というような文章、質問なんだね。で、まあ本文中ですね、まあこんなんで拾い上げてやったら、まあそれこそね、できちゃうよなんていうところもあるかもしれないんだけれども、やはり参考にしたい文章としては本文中、こんなね、I'm a member of the English club なんていうのがあったんだね。はい、だから、あ、どうやら英語クラブに入ってんだわなっていうようなことで、じゃあ、ケイコ何のクラブ入ってんの？っていうことで、はいね、お、英語クラブ入ってんの？っていうふうな英語を何か書いていきたいということですね。はい、そこでだ。まず、はい、答えの中ではね、人とかの名前とかこういった代名詞で置き換えていくんだね。はい、ですから、まずケイコは女。女だから、はい、シーということで置いていくわけよ。ね。はい、そしてね、何部にね、ケイコインなんで、is ケイコインなんていうことで言ってますので、はい、まあ、be 動詞を使ってあげて、はい、ケイコイン。はい、そして、in で、何々ということで、つまり、ここを持ってきてあげたらいいんだと思うんです。はい、ですので、in the、ね、English、ね、English club、ね、なんていうことでね、こんな風に書いてあげようということなんです。はい、ね、I'm a member of the English club、ね、なんていうところで、はい、what club is Keiko in? と聞かれた。はい、ですので、she is in the English club、ね、なんていう風に答えてあげるということでした。確かに、いろいろね、例えば、何かに所属する、まあ、belong to とかっていうね、そういった何か、表現もあるかもしれないんだけれども、やはり、質問の中で使われている表現を使ってあげて、答えて、を作ってあげるっていうことなんだね。そして、代名詞などはね、やっぱりね、傾向いいですね。傾向って書き出しちゃってます人も結構多いんだわな。はい、ね、女だから she、男だったら he とかね、そういったことで置き換えていくということでございました。はい、続きまして、質問黒です。 How many students does the chorus club have? で、数に複数形でも、ね、数を尋ねることができたんですよね。数。はい、ですから今回は、コーラスクラブが、ハブしてるスチューデンツの数を聞いたんです。つまり、何人コーラスクラブにはね、まあ、部員とでも言いましょうか、がいるんですかっていうふうに聞かれたんだ。はい、そこで参考となる本文中の一文拾い上げますと、はい、The chorus club has five boys and ten girls とありますね。はい、5人少年、5人男の子と10人の女の子がいるよということなんだね。はい、だから、はい、まあ合計で、はいね、5と10だから、はい、もう G パチパチとね、計算しますですよ。はい、どうやら15人いるんだなっていうのが見えてきますね。はい、そうしますと、じゃあどう書いていこう。やはり、まず主語からです。はい、主語。ね。先ほど女だったから、 she、 代名詞で she と置いてきた。じゃあ今度はどうしよう。何が主語。はい、そうすると、主語は、はい、この the chorus club ですね。the chorus club。はい、これが主語だ。さあ、何で受ける？はい、例えば男だったら he、 女だったら she とかっていうのありますけれども、はい、これはさ、まあ、クラブ、まあ、ものっていうのもなんだけどね、ものだから、はい、言ってというんで受けていくわけよ。ね、はい、言ってと
と読んで受けたわけでね。はい、ですから、it で書き出した。はい、そしてここではね、何人もいますかという意味で、まあ、have ね、こっちで、have で聞いてるわけね。have で聞いてるね。だから have を使って答えてあげたい。まあ、ただやっぱり主語が3人称単数ですので、はい、has。はい、そして、5と10で15だった。はい、ですので、15。まあ、15で止めちゃったっていいんだけれども、はい、実はここはね、4、5で答えてくれっていうね、指示が出てたんで。はい、ですから、じゃあもう1語何を付け足したらいいかと思えば、ね、ここでは How many students っていうことで生徒の数を聞いてるわけなので、はい、students と、ね、いうふうにここでね、付け足してあげて、1、2、3、4、5で答えたということなんだね。はい、ですので、はい、このコーラスクラブをね、はい、やはり、it で受けられなかった人多いですよね。はい、ですので、コーラスクラブを、はい、it で受けてあげてください。ね、いうことなんだね。こっちか。どっちかというと、こっちだったな。こっちの部分ですよね。はい、コーラスクラブを、はい、it で受けてあげるんだというところでございました。はい、次いきます。はい、the baseball team doesn't have any girls now, but girls can also join it. ね、ということですね。という文章を本文中から拾い上げて、どんな質問だったかっていうと、はい、can girls join the baseball club? ね。はい、can ですから、することができますか。はい、girls は、はい、ね、少女たちは、女の子たちは、はい、ベースボールクラブに、ね、野球部に join。まあ、join 参加する。まあ、まあ、だから入るってことだな。部活にね、いることができるかと聞いてるんです。ね、そこで、まあ、また戻るけど、はい、the baseball team doesn't have any girls ね。はい、今、女の子がいないんだって、ベースボール、野球部は。But! はい、girls can also join it ね。でも、女の子たちも、join できるよ。参加できるんだよ。入れるよ。っていう風な文が書かれてた本文中。じゃあ、どう答えていこうということですね。はい、そしたら、この場合は、できるかっていうか、まあ、can girls ね、ということですが、ここは、疑問文が、ね、疑問詞から始まってたから文章でね、こう書いてったけれども、これはただただ単純な疑問文ですので、yes とか no で答えてあげればいいわけよ。はい、だから、join できるわけですよね。はい、ですから、はい、まず yes だ。はい、で、やはり代名詞何で持ってくるっていうことですよね。はい、ですから、こいつの、ね、主語は何でしたっけって言ったら、girls なわけね。はい、girls。ね、girl はまあ女。女だけど、girls だからもう複数なんだ。複数だからもう三人称複数っていうのは、はい、they で受けてあげたわけだね。はい、ですから、yes, they。で、そして、can で聞いてるので、can を使って答えてあげるということで、yes, they can。ね、なんていうふうな答え方になるよということです。はい、それなんでね、まずはその代名詞で、ね、何で置けるかっていうところが、まあ、まずの第一歩ですよね。間違いが結構多いのはやっぱりそこで代名詞が置けてないっていうところ。それからやはり、疑問文の中で使われていた例えば動詞などを使って答え作っていくんで、ここでハムで聞かれてるんでハムを使う、まあ、三人称単数だからハズにするけど、こっちも B 動詞の文だって、ね、B 動詞というのは B 動詞使ったりしてね、なんていうことでした。まあ、ここはキャンで聞かれてるからキャンで答えるなんていうことだね。はい、ということで、まあ、どうでしょう。まあ、本当は3つだったんだけれども、なかなかね、正しく書けてる人も少なかったんで、今日はね、こんなところをもう一度紹介してみました。ぜひともね、答えの書き方慣れてみてくださいということでした。はい、ではまた。